確かに見たんだ。ノアとアニマが歌声を合わせ共鳴したとき、一瞬だけ見えたあれはメテオラだった。今まで見たこともない姿形をした巨大なメテオラ。なんだそれ、新種のやつがまた襲ってくんのかかなって思ってたけど、こうやって止めれたってことになるんかな。それ襲ってくるんが、それがノアとアニマ二人の見せた未来だとしたら、いずれ僕たちの前に現れるのかもしれないってこと。いや、その未来を変えるためにノアは身を挺してジュリーを攻撃したんだ。未来であのメテオラを生み出すのがジュリーなんだと言っていた。ジュリー博士がメテオラを。そうか、だからノアはその根源であるジュリー博士を破壊しようと。そういうことになるね。もうなんかすごい展開、いろいろが情報がさ押し寄せてくるような感じで、ジュリーが結局黒幕だったらしいです。人工的にメテオラが作れんのか。あのイカれた博士ならやりかねねえってのが怖いな。まったくだわ。博士は人工的にそんなものを作って何をしようと。自分の欲望のために動いてるようなこと言ってたね。わからない。ただノアはそれを知っていた。あいつはアニマと共に。ああ、そうじゃ。結局そのノアが消え去ってしまったからにはさ、だからそのアニマと共鳴した結果得られた情報点がさ、闇に葬られてしまったような感じになるんかな。見ていた。私の見ることのできなかった何か。消えてしまったがちょっと惜しいな。もうないのかな。やっぱノアがいないとだよな。復元できないのかな。クロエ、あいつはいつだって自分勝手だ。呼んでもないのに現れて、こっちの気分もお構いなしに勝手に歌い、勝手に踊り、勝手にそばに居続けたくせに、私が今会いたいと思っている時には出てこない。何も言わない。クロエ、勝手に私を救った気になって笑っててくれだと。笑えるか。ジュリーが何を企んでいたのか、それにコーコは関係しているのか、私は知る必要がある。ノアの見た未来をどうしても。そりゃ俺だって同じ気持ちだけどさ、クロエ、どうやってその未来を調べるんだ。未来を調べるってもう超科学的なことじゃん。この時代でもできるのかという状況。声揃えたって共鳴できるってわけじゃねえんだろ。そんな簡単にできるわけねえだろって話じゃん。ずっと考えていたんだ。あ、ノアを復活させる方法。でもさ、2周目の時もあったもんな、ノアを復活させたこと。そんな方法が。それと同じことをやるんかな。これ選択肢ちゃんと見て、メテオラの修え、メテオラの修復機能、こんなところでも出てくるの。アオバ、お前は気づいてただろう。メテオラには修復機能があること。あー、そんな話もあるけどさ、あったけどさ、これノアにもつながるほどなん、適用できるもんなん。コーコさんが捕食される直前に立ち上がったことを言っているの。なんだよそれ。あー、公開されていない情報なんだ。メテオラはコーコさんを捕食する前に彼女の足を直した可能性があると。なぜそんなことが起こったか理由はわからないけど、あの夜確かに起こったことなんだ。地上に出たコーコはメテオラを前に立ち上がった。もしかして視力も戻っていたのかもしれない。うん、そうだけど、それがメテオラによるものだという確証はないんだよ。でもその話を聞ける限りではさ、メテオラが直したということになってしまうよ。メテオラが修復機能を持っていたとしても、実体のないノアに作用するかどうか。それな、ノアにも使えるのそれ。確かにノアは拡張情報体だけど、アニマには見えていただろう。ああ、そっか、あいつもメテオラってことは。そうだ、アニマの力を借りることができればノアを修復することができるかもしれない。マジか。もちろん希望的観測かもしれない。やってみる価値はあると思う。わあ、あれやな、
逆者でアクシーズが地球に落ちそうになった時、みんなに押し返そうとしてやってみる価値ありますぜの状況やな。かけらを寄せ集めてアニマの能力で再生させるか、確かに試す価値はあると思う。でもいくつか解決しないといけない問題があるね。なんだい？ノアのかけらを組み上げるために演算空間を使用する許可が必要だし、アニマを演算空間に接続することも僕らの権限ではできない。それにノアのかけらを集めるには民間人のデバイスにアクセスする必要があるけど、当然ながら他人のデバイスへのアクセスは固く禁じられている。重罪だ。それを全部許してくれる人じゃ無理じゃねえか。それこそ評議会が動くレベルじゃねえと。動かす力があるのか。でもあるいはデータ指令ならプロメテウスを動かすことができれば。プロメテウスを動かすってお前そんな簡単に。だいたい指令にはこちらから簡単に連絡が取れるわけじゃないだろう。よし、ひょこってきたけどね。アニマとノアがさ共鳴した時ひょこっときたけどね。連絡なら取れるんだよ僕ならね。さすが弟子。大切なお話が。3週目の時にひよたなすいは弟子的な感じのほど。天を述べなさい。青葉岩座注意。大切かそうでないかは君の決めるところではない。ノアに関してです。彼女を修復するためにプロメテウスの力を貸していただきたく。ダメだ。組織ああダメ言われちゃった。町の修繕に割いている。反乱を起こしたアークの再生に割く余力はない。しかしノアがジュリー博士を攻撃したのには理由が。話はそれだけか。待ってください。ノアは仲間なんです。司令官としてではなく。そしてこれはマキアオペレーターとしてではなく、あなたの家族としてのお願い。家族？家族？何言ってんだ、青葉。どうか話だけでも聞いてください。父さん。父さんな？え、親子な？そうだった？メテオラの修復機能か。似とるかと言われたら似てないの。プロメテウスの重要機密をいとも。顎の形だけ似とる気がする。なんだろうな。極刑にも値する罪だ、クロエ少尉。罰は覚悟しています。ですがその前にノアを再生させてください。あいつがあんな事件を起こしたのは私のためなんです。だからどうか。あなたにクロエを責める資格なんてあるんですか。あなたは以前プロメテウスの司法ともいえるデザインドクロエを独断で死亡寸前にまで追い込んだ大罪です。いつの話をしているんだ。評議会に知れたらあなたといえどただではすみません。いつの話だったっけ。その追い込んだ。私が死亡寸前に。クロエもなんかあれそんなことあったっけみたいなこと言ってるよ。クロエのアルトマキアが戦闘中に止まったことがあっただろう。ああの時のことか。データ指令の指示によるもの。なんかそんなこと言ったな。確かに私が指示を出した。3週目の時言ったか。そういえば青葉がで僕がやったことなんだみたいな。しかし告発を受けなかったっけ。私であれば大したことはない。一方でマキアを止めた張本人実行者である青葉岩座中尉は評議会から重い咎を受けることになるだろう。お前が執行者。冗談だろ。青葉がそんなことするはずねえ。覚悟の上での告発か青葉。どうなろうと構いません。騙されてのこととはいえ仲間を危機にさらしたんです、うん、追放されてもいい殺されてもいい。でもこれ以上何かを失うよりも怖いことは僕にはないんです。アーバーいい目だ。偽りがない。死を覚悟している目だ、うん、ジュリー博士アークノア二人のシステム管理者が一度に消えた今都市は未曾有の危機にある。少なくともどちらかを取り戻さなくてはならない。
メテオラを使うことでノアを再生できるというのなら、よろしい、試してみたまえ。よっしゃ。父さん、クロエ少尉、君の周囲では不思議と運命が渦を巻くようだ。そうらしいね。それは君の得がたい才の一つと言えるだろう。才があるならそれを生かすも殺すもあとは覚悟次第だ。分かった。迎えに来たまえ、情報の深海へ。オッケー、行かせてくれ。あー、なんか見たことある。ファンたちのデバイスに残った情報のかけらを集積し繋ぎ合わせれば、一応はノアを再生してみることは可能だ。でも高度な拡張情報体であるノアの再生処置を完全に行うためには、僕らも情報の世界に入り込む必要がある。なんかあったな、それ2周目にたどり着いたエンドの時にも。これを使う、ピトス。ああ、出てきた出てきた。それの演算空間にダイブし、ノアのかけらを借り抜い、そうして再構築したノアを流し込んで保存再生する。アニマの中でね。アニマの中で、そうか、ここでアニマがちょっと絡んでくる。あ、来た。めちゃくちゃ素直に来たな、お前。おい、絶対に暴れるんじゃねえぞ。もしもおかしな動きを見せたら。可愛いな。装置を起動するからな。名前した、お、俺の名前を読んだ。なあ、抑止装置をフルパワーで使って、まずこいつ気絶させねえか。すごいひどいこと言ってるな、お前。そのことはノアを修復する記録媒体として使うだけなんだし、途中で暴れられたら危ねえだろ。そんなことしねえや。これが向き合う、向き合う。ヤマト、ありがとう。私を心配してくれているんだな。どうしたんだ急に。向き合ってことことか。でも食べたのかよ。最近やっと気づいたんだよ。私はいつも誰かに心配されていることに。でもヤマト、私を心配してのこととはいえ、アニマにひどいことを言うのはもうやめにしないか。なんでだよ。なんでそんなに落ち着いてるんだよ。クロエ、こいつはメテオラなんだぞ。そうだな、アニマはメテオラだ。でもそれはアニマの一部分に過ぎない。何を言って、こいつは何度も暴れたし、規制を発してお前を傷つけた。確かに私は傷つけられた。でも私たちもアニマのことを傷つけた。凶暴だったとはいえ、拘束儀で縛り、抑止装置で縛り、だんだん理解が進んできとんやな、クロエが。争いはあってはならないわ。でもそれで分かったこともある。だから私たちは大丈夫だ。信じて、任せてくれ。アニマ、お、この間お前と一緒に歌ったやつのことを覚えているか。ふわふわ浮いていたやつだ。名前はノア。口うるさくて生意気なやつだ。でもいなくなると物足りなくなるんだよ。ここでクロエのノアに対しての気持ちが、この世界そのもの溢れてくる。ひどく味気なくなってくる。あいつのことを助けたいんだ。わかるかな、アニマには。違うな、こうじゃない。助けたいんだ。アニマ、ありがとう。答えてくれたかな、アニマ。あ、ここはナキアの中か。この歌はノア。訓練した時にやったな、そういう2周目の時にも。ノア、どこだ、返事をしろ。来た、かけらが集まってくる。ノアって、わからないのか。ノアはお前の名前だ。個体名、
象知能マキア完成歌うものバディクロエのクロエクロエ集まってくる一つの形になる来たノア私が見えるかクロエだプロトタイプじゃないこの色合いは記憶がある状態か目を覚ましたなよかった完全に形が戻ったな元の世界に帰るぞ本当に私の生み出した幻想じゃなく本物のクロエなのかそんなどうしてどうして私の前にいるここは演算空間かまさかバラバラになった私をかき集めて修復しようとでもしているのかそうだよアイモのお力も使ってなご明察だみんな待っているぞヤマトもオーバもお前のファンたちもお前の歌が好きだって嘆いているなんて愚かな真似をダメだ私は戻らない私はここでバラバラになるんだそう言うなよお前だって仲間だったからさがあるか私は助けに来たんだぞ違うクロエお前は私の覚悟を無駄にするつもりか一体何を言っているノアお前は何を恐れているんだてか恐れてるのジュリーは死んだお前の恐れていた未来は変わったあのメテオラはもう現れないそうだろもう現れないけどだからってノアが復活しちゃダメっていう理由にはならんだろう。違うんだ。違う。クロエ、お前は勘違いをしている。え？勘違い？危険なのは、ジュリーだけじゃないんだ。本当に危険なのは、私だ。え？私がいることで、あの巨大なメテオラは生まれる。嘘やろ？だから私は破壊する必要があったんだなんてことだなのに嘘お前は私を追ってきたお前もキーの人だったのお前を自由にしたはずだどこへでも行って自由に生きろと言ったはずだぞなのになんでまだこんなところにいるなんでまだ私の前にジュリーがおらんでもお前がおったらあかんのか選んだんだよ自由になった私が自分の意思で選んだんだああここに来ることお前を連れて帰ることそれを聞いてなおクロエはノアに手を伸ばそうとしてるんやなであのメテオラが現れたって構わない一緒に戦おうお前と私が組めばどんなメテオラだって倒せるさそうだろそういう感じになるんじゃお前こそだ強情で不器用な頭でっかち頭でっかち何も知らないくせに何も言わないくせにいいよじゃあ無理やりにでも追い出してやるん力ずくでも私のやるかやんのかさせてやるやんのかいいよノア嬉しいオードなっちゃった悲しい時も今に寄り添い続けたその歌声を私たちはきっともう忘れられないお前の歌が必要なんだノア必ず連れて帰るからなやっと通信が届いたアワーあれはノアおう実体化しているああ帰ろうとしないわからずよ今から説得するところだよ見てよ、アオバ。このムスッとした顔。アイドルがこんな顔していいわけないよな。そっか。なら、僕も全力でサポートするよ。お、マジで。頼むわ。電脳空間だろうと関係ない。いつも通りやればいい。体内のミカニコネクタを、このマキアと連動させる。よっしゃ。戦いやな、ノア殿。意地のぶつかり合い。意地と意地のぶつかり合いか。
これでマキアは私の脳の処理能力を使用し半ばオートマティックに駆動するはず。おう、戦うってことか。ノアとこの曲、アイドルの時や、アイドルやってる時の曲やん。ラスボスみたいな出てき方するな。ラスボスの出てき方や今。来た。よいしょ、攻略されたらバッチリ防いでくださいみたいな感じになっとけんね。よし、バッチリガード、アーバーフォロー頼む。オーケー、バッチリ止めよう。クロエ、ソーンウェーブは現実と同じようにカウンターアローに変換できる。うん、解析も可能だ。どうするかクロエが決めてくれ。攻略サイト見たらね、ここ解析機らしいんでね、バッチリ解析させてもらいますよ。あなたの気持ちをスキャンさせてもらうわ。ノア、スキャン解析して何か分かるん？なんだこれ、なんだこれ。ねえワクワクさん、これゴミ出た。ラスボスノア、お前はいつも私の歌を聴くばかりだ。しかし返しそうな回想みたいな感じになってる。よし、どういうことだ。ノア、クロエ気をつけて、また攻撃が来るかもしれない。おう、これでいいんだ、邪魔をするな。クロエ苦しんでる。おう、プロトノアみたいなこと言ってるな。2周目の私はノアを連れ帰ってみせる。ああ、お前も仲間なんだよ。殻を破って、クロエ、ソーン反応だ。ミラージェネレーター起動。今回はバッチリ、今回もバッチリ止めるぞ。おい、ミラーフォロン展開、変換障壁シミュレーション開始。ナイスキャッチ。で今回はバッチリ反撃じゃ。はい、沈め沈めって、あ現場猫みたいなこと言ってる。そんなこと許さない、お前は消えない。そうだ、私もお前も仲間に手を差し伸べるぞ。クロエは。どうする。お、コウコ、レールキャノンを出して。コウコの言葉どっから。了解、よっしゃ。なぜコウコの声が聞こえたかわからんけど、わかったよ。お前の殻このレールキャノンでぶち破ってやるぜ。展開だ。見返りを求めない人形とはこういうものだ。両レールキャノン合体。合体。狙って狙って。左右キャノン合体。出力は100で調整した。クロエ。了解した。今そこにいるクロエが幸福なら自分など不要だ。そんなこと言うなのは。ぶつけるぞ。バカ野郎、ちょっと足りてないね、微妙に足りてないね。いけるのこれ。あ、いけた。これはいけた顔だろお前。目標の反応ほぼ潰したよ。よしなのかなこれ。これコッパミジーナとったらさ、ノアおらんようになるみたいなやつ。クロエ、あれは。お？分かってる。ノアか、あそこに。手間のかかるやつだ。お前が私と帰るまで何度だって戦ってやるさ。そうだ、ノア、お前は家族だ。戦闘の終了を確認。ノアの体。元に戻っていく。
あとはクロエに任せるよ。必ずノアを連れて帰ってきてね。はいよ。あ。なんで、なんで私が負ける。演算空間は私の領域なのに。これが仲間の傷の力だよ。お前はいつだって自分じゃなく人のために行動してきただろ。誰かを優先して、誰かを気遣って、誰かの喜びや誰かの悲しみに寄り添って、そうやって生きてきたアークが私を傷つけられるはずがないだろ。あんだけわがままみたいなダダをこねるようなことを言いながら、ノアはお前は仲間のことを最優先だったからな。分かってるんだぞクロエは。いや、ここ最近で突然気づかされたと言うべきかな。いろいろ経験があったからね。愛は無償だ。見返りを求めない。そう言って誰かの今に寄り添うお前はいつだって一人ぼっちじゃないか。うん、優しすぎるよノア。お前こそもっと自由に生きていい。嫌だ、見返りを求めた途端に私は愛を見失う。私は人間ではいられなくなる。それでいいじゃないか。バカだな。人間はお前が思っているほど完璧ではないぞ。うん、いいんだよ見返りを求めたって。自分本位でいいし、わがままでもいい。それ言ったらな、 YouTube やってる人間なんて全員見返り求めてるんだよアップロードした動画にコメント、いいね、再生回数が欲しい。自己満足でアップしてますじゃないんだ。みんな、みんなから視聴者の嬉しいコメントが欲しくてやってんだよ。 YouTube はそういう人間の集まりなんだよ。愛を欲しがったっていいんだ。私はそう教わった。人は弱いものだと。泣いたっていいし、くじけたっていい。喧嘩して、傷つけ合って。あ、サンライトじゃ。このピアノ調のサンライトさ、心に染みるような音楽やな、なんかピアノで演奏されたら。私はそう教わって、私もそうやって、高校に人間にしてもらえたんだ。そうよな。初期のクロエってさ、ぶっちゃけ中身の何にもないほんま人形みたいな感じだったもんな。ノア、お前も人間なら自分で決めろ。私や町の人たちのためじゃなく、お前自身はどうしたい。こんなところでバラバラになりたいのか、この先ずっと一人で演算空間を漂っていたいのか。私は言ってみな、お前の願いを。みんなのそばで歌いたい。私の歌を聴いてほしい。たやすいことだ。線路で願い叶えるときみたいやで。けど、私がいると、あの恐ろしいメテオラが。だから構わないって何度言わせる。お前は一人で戦っているつもりなのかもしれないが。忘れるなよ。お前に寄り添いたい奴らもいるってこと。青葉が最高のサポートをしてくれるし、仲間思いのヤマトもいる。うん。それから、私もな。お前は一人じゃない。みんなで考えれば、きっと解決策は見つかるさ。楽天的だな。私も初めて、アマゾン使ってます。高校に対して、そう思っていたよ。いかにも人間らしいだろ。まったくだ。さあ帰ろう。手を出せノア。初めてだなこれさ、もし手出さなかったらどうなるんだろうな。そんなこと言うじゃん。ほんまにか。あ、アニマも来たな。アニマ、お前まで私を迎えに来てくれたのか。共鳴し合った仲、
すごい仲良しじゃないかな、今までやってるな、お前。まだお前共鳴したがってるな、お前。なんだ、急に歌い出したぞ。もうデュエットすごい楽しかったみたいな、またやろうぜみたいな感じになってる。きっとお前と一緒に歌いたいんだろう。そうだろうな。よほど楽しかったんだろうな、あの時ノアと歌ったのが。な、こんな顔をしているぞ。外すなよ。デュエットアニノア復活ですね。あ、ここで歌うの。いや、歌えや。笑ってくれたってダメでさ、歌えや。アニマ今でもなんだ、俺が合わせてやろうか。あー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 、オンチやろ。笑うだろ、嬉しければ誰だって。笑顔か、クロエの笑顔俺も見てみたいな。設定資料費でちょっと見たことあるんやけどさ、そうだな、笑っとるクロエさ。クロエ、お、やっとノアと仲直りできたんだね。できたさ、3人で談笑中だ。先にクロエの意識をサルベージするよ、いい？うん、頼んだ。あ、わかった、先にラボへ戻ってる。鈴木は向こうで聞かせてくれ。いいだろう、何度でも聞かせてやる。おお、アニマお前にも一緒に歌ってほしい。向こうで準備しておくがいい。声帯は強化されてないんだよ、歌うように作られてないんだよ。気が向いたらな。歌わんやつやなこれ。気が向いたらなって言うやつは大体やらん。あ、戻ってきた。クロエ、無事か？俺のこと誰かわかるか？ダイダク様は冗談だよ。ヤマト、声の大きい同僚だ。よかった、いつものクロエだ。お帰り、クロエ。ただいま、青葉。でもまだ生体信号が安定していない。時間感覚のズレが解消されるまで安静にしてて。ああ、細かな作業は頼む。うん、クロエが頑張ってくれた分僕も頑張るから。うん、クロエ少尉の尽力によりアークノアは救われた。それはすなわちプロメテオス、ひいては世界を救ったということだ。うん、よかったね。ちゃんちゃんみたいな終わらし方しようとしてるな、なんか。青葉、ノアの再生は順調か？はい、現在仮縫い状態のノアをアニマの中に送り込んでいます。アニマの内部でノアを記録修復し、アニマを一時的にノアのサーバーと解釈します。二人が仲良くできる。めっちゃ難しいこと言ってるな。大丈夫だろその点は。夢の中でも、ね、歌ってるやんこいつ。よっぽど歌うことが心地よかったと見える。この様子だと大丈夫のようですね。どんな夢を見ているのかな。ありがとう、アニマ。ノアを助けてくれたのか、こいつ。そうだよ、ヤマト。こいつは敵じゃないんだよ。ありがとう。おお、共鳴してる。いい感じに行きよってことだな。なんか嫌な予感がするな。あーらら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 、どうした？大丈夫か？ヤマト、どうしたの？頭、ミカニコネクタのあたりが痛むんだ。変だ、様子がおかしい。何？量子ドライブの計測器具が異常な数値を示している。あ、なんかアニマも苦しそうな声になってる。揺らぎの波形も狂っている。アニマ、苦しいのか？何かやばいことが起きそうな感じがする。
なんだ？一体どうして？この音は。これは仕組まれたものだ。こんなことができるのは。ああの黄色だな。データ司令。え？司令の方だ。父さん、アニマの中に流し込めばノアの再生が始まるはずじゃ。恐れるな。ん？アニマはメテオラとしてのあるべき姿を取り戻そうとしている。それ大丈夫なの？あるべき姿。メテオラはこの地球に出現した当初より神々しい形をしていた。幼い頃、まだ路上に生きていた頃、ひどく憧れたものだ。そんなこと言おったな。確か一瞬の時、その神の化身たる存在の到来を星を見るように待ち続けた。昼に星は見えない。だが確かに存在している。幼い頃に一度だけ地上に出る機会があった。ああ。空に手をかざすと指先に切り分けられた光があふれる。光は時間とともに刻々と色を変える。それが彼らからの恩寵のような気さえしたのだ。なんかやばいこと言ってるなこの人。そして私はいつの日か絶望するようになった。我々の醜い世界を神々しい光で包み込んでくれる。宗教の話してます？神の権限する瞬間。あ、宗教の話ですねこれ。やめて、壺買わせないでね。そのために私は愚物と化したこの世界で神への供物を提供する。神への供物とか言っちゃってる。なんか怖いこと始めません？あなた、これから。供物。奇跡の歌声を持つ少女、悲劇のきらめきを持つ剣隊。まさか、まさかそれでこうか。ああ、そういうことか。なんか酔ったような気がするな。彼女の歌声はメテオラの行動に影響を与えることができる。人類はそれぞれが固有の周波数を持っている。数百年に及ぶ英知の結晶、博士の執念が生んだ一つの結論、数千億人に一人の奇跡の歌声。おお、すごいなお前ね。ブラックオブジェクトを共鳴させることのできる唯一の少女。それがコウコか。コウコ、メテオラの元に送り込んだのは。そういうことになるんじゃ。意図的だったのか。地上に送り出したのは私だが、本人の願いでもある。そんなはず。まさに巫女と呼ぶにふさわしい少女だった。コウコもなんで？おかげで手間が省けた。だがコウコだけではまだ足りなかった。足りんかったかい。だからメテオラはただの人に近くなってしまった。原始のメテオラを復活させるにはさらにもう一押しが必要だった。よくばいだなメテオラも。さあ、もう一人欲しがるんか。何を供物として捧げればいいだろう。結論はすぐに出た。アニマの中にある高古と神話性の高い知性、ノア型の高性能アーク、すなわちノアがラストピースとなるはずだとね。そうなんじゃ。どうやら私の推測は間違っていなかった。お前何もキリって顔でこっち見てんだお前は。アニマ苦しいのか、ノア苦しいのか。アニマ、ダメだ、変わっちゃダメだ。もう解放してやりなさい。変化が止まることはない。何変わるの？お、あなたは僕の仲間を、また僕を何度裏切れば。あなたは、私は常に真理の下僕であり、メテオラへの信仰者だ。信仰者だ。これから出現する聖なるメテオラ、その中はまさに資源だ。やばいやつが来そうな気がするな。生き方も過去も未来、死も生も何もない。すべてが溶け合っている。執着など持つ必要もない。すべては永劫に一つなのだから。やばいこと言ってる人がいるよ。目の前にやばいこと言ってる人がいるよ。違う、僕も母さんもただ限りある人生を共に過ごしたかっただけで、いずれ終わりがあるからこそ尊い今を共に。ドン引きするよね。自分のお父さんがこんなことを言い出したらドン引きするよね。よくわかんねえ。
何が起こってるのか俺には全然わかんねえ。ただ俺の友達が傷ついてることだけはわかる。俺の大事な友達を傷つけてるんじゃねえ。あよせ、あああ銃はダメ、銃って、あヤマト、ヤマト、殺しはしない。この瞬間を汚すわけにはいかないからね。ましてやヤマトは旧友の息子だ。君だって会いたいだろう、死んでしまった父親に。さあ仕上げを。動くな。ああ、あなたはアオバ、自分の父親に。これ以上おかしくなる前に僕が十分おかしいよ、十分今もおかしいけどな。同意権限者データによる、トリガーがロックされました。お前それはずるいって、おい、それはずるやったよ、お前。私にその銃は無意味だ、アオバ。君の行っている行為は反抗期のザレ事に過ぎない。組織の人間としてはあるまじき行為だ。もうおとなしく。あ、2歳の犯罪で何大人ぶっているんだか。大丈夫だったわ。やっぱこいつ大丈夫だったわ。あんな感じになっても。まあジュリー博士やもんなって。ジュリーによりトリガーがロックされました。はい、お前もトリガーロックされてる。はい、ざまざま。ジュリー博士、アニマ、何で戻ってきた。おやおや、これはこれは面白いことになっているじゃないか。一体どうやってこれほどまでの変化を遂げたものやら。何か分かってんのかお前それ。ああ、なるほどね。あのドアホ畜生アークノアをピトスで再生した上、アニマを記録媒体と解釈、その入れ物にクソバカアークを流し込んで再生を試みた。クロエたちに便乗してダマくらかしたってところかな、データ。何？想定内です、博士。いや、お前の中は想定内かもしれんけど、俺の中は想定外なんです。あなたなら気づいてくれると思っていた。思いっきり苦しんどるやないか。ジュリー、アニマを、アニマを何とかしてくれ。うるさいな、私は今この量子調律されたメテオラに夢中なんだ。そんなこと言ってる場合か。アニマが変化したらお前も死ぬぞ。どう変化するか知らんけど、まあ確かに、え、確かにな。あんたは生き残りそうやもんな。お前ワンチャンゴキブリよりもしぶとそうやもん。ここでメテオラ本来の力を出されたら全員潰されてしまうね。そんなヤバいやつ出るな。それはさすがに困る困る。まあ困ってる時の言い方じゃないぞお前。データ、巨大化するアニマからどうやって逃げるつもりだったんだい。そういえばそうだ、なんだヘリコプターとかあるのか。いいえ、逃げる必要はありません。え？資源のメテオラはいずれ全てを一つにする。やばい人が二人並んでるからね。おいらの上司ってやべえ奴らばっかだったからね、結局のところ。はあ、ボディが痛い。さすがデイタ、私のラボで鍛えただけのことはある。徹底した科学的思考の果てに行き着く境地デイタ、それは一神教的な世界観に帰着する。神は死んだ、あまりに有名な旧時代の哲学者の言葉だ。だがその本質を多くの人間が誤解しすぎている。ん？2000年代中央まで実は多くの欧米の科学者には神に対する純粋な客観信仰が隠れていた。ゲーデルス、インコンプリートネススユナムス。何それ。ゲーデルの不完全性定理によって神の存在は否定された。それは前世紀哲学の偉人であるカントの否定を意味する。何のことかわからん。カントって何すか。神の存在は否定されたのだ。だがそれでも人は超越的な何かを求める。つまり超越的な絶対者、新たなデウスの誕生を人は科学に求めたのさ。え、タウトルのアルドデウスってそういうことなの。宗教が科学に変わる、科学が宗教に変わる。
両者を統一するのが私の役目だ。君はどうやら宗教に肩入れしすぎてしまったようだね、デイタ。だからあんなことを言ってるんだよな、お前。博士、科学は科学で好きなんですよ。幼い頃あなたが気まぐれに披露してくれたアナログな器具の実験はたまらなく好きでした。そう、特に旧世界の銃の発射の仕組み、あれは本当に面白かった。何の話をしてるんだ父さん。ピンが雷管を叩くと雷管内部の火薬が燃焼を開始する。生じた熱により高まるバレルの内部圧力。博士、ん？良い夢を。おー、うん、おー、やはり銃は火薬式に限る。あー、博士のタオル取る姿、これで何回目だろうな。あー、これでも結局どころまた立って出てきそうな気がするが怖いわ、この人。出た？これで終わりと思っとらあかんと思うよ、多分俺。シュリ、なんてことを。どこまで、どこまであなたは非道な。大丈夫大丈夫、多分ジュリーまだ出てくると思うよ、新しいやつが。ほら、体はこんな感じでもなんかまだ喋りたそうな感じになってるやん。でしょう博士、すべては想定内だと。あなたの最終講義、なかなか見応えがありました。この腕は本当に見事だ。わ、なんかこの角度ちょっとエッチに見えるね、体が。失わせるのは惜しい。え、死んだか。もうやめ。徹底した合理主義、冷徹な理性に宿りし人体への執着、そのきしみが生み出した奇跡の腕だ。これならば全てが可能になる。何をやろうとしてんのお前は。捕食したまえアニマ。養分にしようとしてんのこれ。あ、取り込んだ。大丈夫？嫌なもん食べさせられた子供みたいな感じになってる。何してんの何してんの。アニマ、待て、アニマ、アニマ、どこに。わあ、何かが起ころうとしている。けなげだじゃねえんだよお前。君を巻き込むまいとしているんだよ。だが結果は変わらない。さあ始まる。やばい、人類の次なるステージが来る。何かが来る。さっき言ったデウスってやらが